今日はヴェルディは特別なユニフォームを着用しています。アスレタヴェルディ10年記念ユニフォームです。簡単には上げません。風間打っていきます。枠には行っていました。リオンチが行きます。あ、奪った。さあ琉球奪って池田サイドネットです。そしてスペースで新井に入る。中2人、新井、さらに福村、折り返して森田ブロック。佐藤亮がさらに後ろからシュート運んでいって中央、あーっとプロが倒れた。 PK 森で、まあ、山下からすると意図したところじゃなかったと思うんですけど、森田がいい。森田、あ、キーパー止めた。ナイスキーパー。ナイスキーパーですね。ギリギリまで動かず、まあ、ボールコース競り合って流れて後ろから清武めぐって清武浮かせる。キーパー詰まる。ヘディング。琉球先制。決めたのは風間光也。ヘディングで決めました。まあ、いいところにいましたよね、風間光也ですね。はい、ここでシヤッと何回か見て、うん、まあ、自分の場所に来たと思うんですけど、中央でうまく立ち位置と浮き球、佐藤亮がその前でディフェンスです。新井が拾って、新井クロスこぼれている。スルーして後ろからシュート。そしてボールを持って攻撃をする、まあ、監督もそのように言っていました。さあここは奪ったヴェルディ、山下横パス、深澤を落として加藤、加藤持ち上がってシュート。クロスバーです。広い選手なんでね。でキックも上手いですから。上原、ここ奪い返した梶川です。梶川縦を狙う。倒れた。 PK か。 PK、 今日2つ目の PK。 まあ、背中から山下が入ってきて、あ、まあ少し山下、ナイスセーブ。またしてもまたしても防いだ田口。すごいな、今日2度目の PK。 1点上げて追いつきに対ヴェルディです。クロスボール、小池追いつきました。ヴェルディ同点です。89分、途中出場の小池の同点ゴール。今シーズン16点。で岡崎と鳥海の間ですよね。まあ、先にジャンプしてますし、少しスタンディングなんですけど、まあ、落下地点に。ここでタイムアップ。1対1引き分け、両チームとも勝ち点1を分け合う結果となりました。